鈴木誠は、日本の元競輪選手。千葉県市原市出身。日本競輪学校第55期卒業。選手登録番号1132。日本競輪選手会千葉支部所属。師匠は、吉井秀人。なお、福島支部に所属する、同姓同名の選手がいるが別人である。千葉経済大学附属高等学校在学中から、自転車競技を行っており、 あとに、吉井秀人に指示して、競輪学校に入学。初出走は1985年5月3日の、下月園競輪場で、初勝利は、同月12日の弥彦競輪場。デビュー以降着実に成績を上げてはいたが、1987年の競輪祭新人王戦で、坂本勤と村を破って優勝したことから注目を浴びるようになった。時代が平成に入ってからは、 フラワーラインの消滅など選手勢力の変化が起こり、その中で鈴木は同県の大先輩である滝沢正光と共に南関東地区の先導役としての役割を務めるようになる。1990年の高松宮売景林では中野光一と井上持長に先輩の滝沢という当時の景林会三協に加え坂本津村を相手に 四角では八番手あたりという絶望的な位置ながらも直線で一気に伸び特別競輪初制覇を果たした。この年の競輪再決勝では果敢に先行し後ろに連れていた滝沢を優勝に導きグランドスラム達成に貢献している。1991年の全日本選抜競輪では特別競輪初優勝を果たした吉岡みのるのめくりに対し 一センターで強烈なブロックを見せて、吉岡を後退させたほか、二センターでもまくってきた、小橋正義をブロックするという厳しいレースを見せた上で、そのまま一周逃げ切って優勝した。同年末のケーリングランプリ91では、滝沢正光を連れて残り半周でめくりを、放ちゴールまでそのまま押し切って優勝し、この年の賞金王にも輝いた。 その後も1992年に、ふるさとダービーと共同通信社杯ルビーカップレースで優勝し、1999年にもふるさとダービーで優勝するなど、トップクラスとしての活躍を続けた。2005年には、地元の松戸で行われた日本選手権競輪で、伏見俊明の番手から直線でインをついて差し、高橋健二の持つ、 特別競輪優勝間隔記録を更新する13年7ヶ月ぶりの特別競輪優勝を果たすとともに、同大会史上最年長優勝記録をも達成した。2007年にはオールスター競輪の決勝に進出したことなどにより、2008年より導入された SQS 班の初代メンバー18人のうちの一人として選ばれた。2014年4月15日、 クルメ競輪場で行われた S 級決勝で優勝。S 級優勝記録としては、後の萩原美沙夫、後の大竹慎吾、当時の最高齢記録だった伊藤君とに次ぐ高齢記録。2015年2月上旬、練習中の落ち者により左手首を複雑骨折し、3月の第68回日本選手権競輪を欠場した。 日本選手権競輪は1989年の第42回大会以来連続出場を続けてきたが、これも26回で途切れた。同年9月11日の函館フハイナイターで復帰したが、198日もの長期欠場はデビュー以来初めてだったという。同年後期は1986年7月まで以来の S 級に反適用となっていた。 2018年7月9日、現役引退を表明。前日の慶応各ファイナイター発着がラストランとなった。晩年は、落ち者の影響による左股関節痛に悩まされ、懸命の治療を行ったが、加齢もあり、思うように改善しなかったことと、地元、松戸競輪場で、同月14日から、サマーナイトフェスティバルが開催されるため、ファンに、 挨拶できるいい機会という意向もあり、引退を決意。15日のサマーナイトフェスティバル第7レース終了後に、引退セレモニーが行われた。2018年7月12日、選手登録少女。通算3058,665賞、優勝109回。年間賞金を1回。通算獲得賞金17億853万1755円。 デビュー当初はめくりを主体をしていたが、前世紀には、すべての戦法を完璧にこなして、本物の自在型選手との評価を得ており、後に、神山雄一郎が対等するまで、吉岡実人のライバル的存在として立ちはだかった。晩年は、追込選手となったが、自分の走る位置とゴールまでの残り距離を的確に、把握した上で踏み込むコースを見極めて上位に、 入着する力量に技術を伴わせた差し足を見せ、49歳で S 級優勝を果たすなど活躍した。ありがとうございます。